松本バスターミナルビル。松本バスターミナルは、長野県松本市深市一丁目にの30、松田バスターミナルビルにある、バスターミナルである。松本市内、近郊を走る路線バスと高速バスが発着する。松本駅を白口の近くに位置する。アルピコ交通が保有する、松田バスターミナルビルの1階に、バス乗降場、案内所及び、待合所がある。案内所には、 カウンターと、近郊バス路線用の券売機があり、カウンターでは高速、特急バス乗車券、市内、近郊バスの定期券、回数券、鉄道亀高知線の定期券、回数券を発売している。以前は、地下1階に案内所があったが、松電ビル改装に伴い、1階に移動した。アルピコ交通バス交通網の拠点となっている。 一方で鉄道の松本駅とは別の施設であり、そちらに乗り入れている上高地線の乗り場とは約350メートル離れている。地下1階から6階には1978年から伊東洋華堂が過去3階業態を変えて営業していたが、有り松本を最後に2017年9月10日限りで完全撤退した。商業フロアは2018年にアルピコプラザとして、 真相開業している。松本バスターミナル構内詳細は、松本電鉄バス、または、アルピコ交通のウェブサイトを参照。11番乗り場に停車する TDR、成田空港行きなお、松本駅周辺を発着する、アルピコ交通のバス路線のうち、以下の路線は、バスターミナルには入らない。到着便は路線によって異なるが、バスターミナルには入らず、 バスターミナル西側とバスターミナル南側にそれぞれ到着する。高速バス、特急バスは6から10番乗り場からの発車。同時に複数の便が発車する場合などは変更がある。観光急行路線及び鉱山線は10番より、長野線は9番から発車する。その他、新宿線は通常6番を使用するが2号車が追従する場合は7番も使用する。 上高地、乗倉方面へは、松本駅からアルピコ交通上高地線を利用し、終点の新島駅よりバスを利用することが基本で、松本バスターミナルより上高地へ向かうバスは、繁忙期の支柱に一本程度の運行である。高速バス、特急バスの発着路線は、以下の通り、ありがとうございます。